パナソニック電工。パナソニック電工株式会社。パナソニックで電工は、かつて存在した、日本の電気機器メーカーである。大阪府角市に本社を構え、パナソニックグループの照明機器、電気設備、利病、健康家電、住宅機器、建材、制御機器、電子材料、福祉機器などを取り扱う総合メーカーであった。解散後は事業ごとに分割。 再編されたものの中核組織はパナソニック株式会社エコソリューションズ社社内カンパニーとなっており旧電工本社組織を引き継いでいる。1918年大正7年に松下電気器具製作所後の松下電気産業現在のパナソニックの創業時事業である配線機器事業電熱機器事業合成樹脂事業 照明機器事業などを担当する部門としてお消された第三事業部、いわゆる社内カンパニーがルーツ。1935年、昭和10年12月、松下電気器具製作所が、松下電気産業株式会社に改祖され、松下無線、松下乾電池、松下電熱、松下金属、松下電気直売などとともに、旧分社の一つとして、 松下電気株式会社が誕生した。太平洋戦争中には航空機用プロペラなどを生産し、社名も松下航空工業に変更したが、戦後それが原因で軍需企業とみなされ、過度経済力集中排除法や GHQ の方針により親会社の松下電気さんも含めた財閥解体の対象とされた。このため事業ごとに分離独立することとなり、 松下航空工業は1945年昭和20年11月に松下電工株式会社へと改称した。1946年昭和21年には松下電気産業当時の出資比率を30%台まで下げているが、その後も松下電工と松下電気産業とは兄弟関係としてテレビ放送の提供番組でも松下電気、 松下港と表記されるように、長らく、松下グループの中核企業として、協力関係を保ちつつも互いに、独自路が強く、重複する分野の商品も製造していた。2004年、平成16年、松下電気産業による株式公開買い付けにより、出資比率が31.8%から51%に引き上げられ、関連会社から子会社に戻った。 それに伴って、家電営業部門は松下電気産業へ集約され、住宅設備、住宅機器事業は松下電工へ移管されるなど、両者やそのグループとの間で重複する商品組や事業部門は整理、統合された。また、研究開発職や管理職を中心とした人材の相互派遣、購買部門の統合なども行われ、事業や組織の再編による効率化が行われた。 連結決算上ではパナホームと共に住宅、電気設備のセグメント、電工、パナホームに位置付けられており、名実ともに松下電気産業のグループとして共通の理念と経営戦略の下で経営される企業に戻った。ブランド戦略については、一時期1987年、昭和62年の名書文字、N マーク使用中止以降、 松下電気産業と区別するため、ナショナル松下電工、及びブランド使用量が発生しない、ナイズという独自のものを使用していたが、2004年、平成16年、TOB によって松下電気産業の連結市会社となり、先日の再編、中村改革が行われたことにより、国内向け一般は、ナショナル、国内向けデバイス、制御機器及び海外向け全商品は、 パナソニックに統一された。これに合わせ、海外市会社名も、松下電工や、ナイズとなっている部分が、パナソニック電工へ解消された。2008年、平成20年10月1日より、松下グループは、パナソニックグループとなり、グループとして、国内のブランドも、ナショナルは廃止し、パナソニックへ統一した。松下電工もその方針に従い、翌2009、 平成21年度内に移行を完了した。会社名についても、同日に、親会社の松下電気産業が、パナソニック株式会社へ変更するのに合わせて、パナソニック電工株式会社へ変更した。社名変更にあたっては、建築業界などでの認知が高い、電工の名称を引き続き残すこととなった。これを踏まえ、パナソニック電工においても、 同年7月1日以降に新規発売される商品はパナソニックブランドで発売されている。さらに全国各地のナショナルリビングショールームやナショナルセターの看板もすべてパナソニックリビングショールームに変更され館内も改装された公式発表2008年平成20年8月21日翌2日付日経産業新聞3面記事にて報道 シナバンについては、他のパナソニックグループ製品と異なり、アルファベットと数字の間にハイフンが入らないのが特徴であったが、ポンプ、2008年、平成20年3月31日にテラルに、売却や、ルトイン型 IH クッキングヒーター、エコキュートなど松下電気グループから営業が、移管された商品は、当初からハイフンが入っており、2008年、 平成20年7月1日以降の製品からは、パナソニック港が製造する製品のうち美容、健康機器など、パナソニックウェルネスマーケティング本部、旧、松下電気産業ナショナルウェルネスマーケティング本部が発売する、白物家電商品にも、順次、配布が挿入されている。ただし、住宅用火災警報器などの一部製品は、今まで通り配分を挿入しない代わりに、 シマ版の後ろにパナソニックブランドであることを意味する P を付けている。車掌に使用していた M や、菱形の中の M を矢が貫くは、当初松下電気産業と共に使用していたものだったが、太平洋戦争開戦で M が使えなくなったため、適正後の使用自粛、一旦廃止。終戦後に松下電工が復活させた。なお、M やの廃止時、 松下電気産業は未松用に変更している。主力製品の一つであるアローバンやパナソニック電工の子会社の人材派遣業、株式会社アロービジネスメーツの社名などはこの社称に由来している。その他、戦前の松下電気器具製作所から引き継いだものとして、社家、工業、創業事業、配線器具があった。松下の代表的商品である 国民ソケットも当社が引き継ぎ、現在も1号新国民ソケット、2号新国民ソケット、3号国民ソケットがパナソニック電工で生産されている。なお、パナソニック電工に社名が変更されてからはパナソニックグループとして、社称、社歌、イメージソング、そして経営理念がグループ統一のものとなった。2010年。 平成22年7月28日、パナソニックパナソニック電工、三洋電機の三社合同で、パナソニックグループの抜本的再編を発表した。パナソニックとパナソニック電工は、2004年、平成16年の子会社開口可能な範囲で、事業再編を行ってきたが、サムスン電子や LG エレクトロニクスといった急成長を続ける、アジア系電機名への競争を勝ち抜くには、 まだ不十分で、さらなる再編には、完全公害者化が必要と判断した。まずパナソニックが2010年、平成22年8月23日から10月6日まで、有効的 TOB を実施し、10月7日に成立。10月14日付で決済が行われ、パナソニックは、電工の株式83.93%を取得した。TOB に応募されなかった株式は、 株式交換によって取得し、電光は翌2011年平成23年3月29日に上場廃止となり、同年4月1日付でパナソニックの完全子会社となった。続いて2012年平成24年1月までにパナソニックグループ全体で今週デバイス、ソリューションの3事業分野を核とする事業再編を実施、電光の強み、 配線器具、強力な顧客網等は、主にソリューション事業で活用される見込み。また、完全子会社化に伴い2011年、平成23年4月から、ウェブサイトのアドレスが、パナソニックのドメインの下に置かれることとなった。さらに2011年、平成23年8月26日には、2012年、平成24年の事業再編時に、 パナソニック電工をパナソニックに吸収合併することが報じられ、同年8月31日に合併契約を締結。これは4月の完全子会社化以降検討されてきたもので、戦前に松下幸之助が提唱した事業部制を経て1935年、昭和10年に松下電気株式会社として分社されて以降続いた2社体制は終了。 元に戻ることとなった。そして2012年、平成24年1月1日付でパナソニックに九州合併され解散し、76年の歴史に幕を閉じた。遠隔地への製品輸送に鉄道コンテナを積極的に利用していることが評価され、2006年、平成18年9月21日付で、香川松下電工、後のパナソニック電工、 香川パナソニックエコソリューションズ内装建材が、社団法人鉄道貨物協会より、エコレールマーク認定を受けた。最後の企業スローガンは、パナソニックアイディスフォーライフ、2008年10月、パナソニックグループグローバルスローガン。過去のスローガンは、A&I 快適を科学します。1988年、昭和63年に1月から2000年。 平成12年11月、スマートソリューションズ・ワイ・ナイズ、2000年12月から2004年、吸収合併に伴って、旧パナソニック電工の子会社はそのまま、パナソニックの子会社となり、さらに、一部の法人は、社名変更も行っている、星印は、パナソニック電工の吸収合併に伴って、解消した企み。以前は、 同社の単独名義で提供番組を持っていたが、パナソニックの完全子会社になったことに伴い、2011年、平成23年3月限りでスポンサーを降板し、提供名義もパナソニックに統合された。など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。